彼は死んで猫になった。いい加減で能天気な売れない漫画家鈴を愛してるにゃー。ママがちゃんと稼いであげるから。楽しいぞ夏子。こんなパパ嫌。愛する家族に頼りっぱなしのお気楽人生が突然。あなたは死んだのです。は？今までの愚かな行為を挽回してください。1ヶ月だけ現世に戻って猫の姿で家族の元に。マジかよ。ママだぞ、わかるか。またね。かっこつけんの。勝ってよ。だって言ってねえけどな。トラさん、これでまた3人家族だね。おい夏子、おい、ダメダメダメ、ほらあっち行け。パパは今ここにいるんだよ。俺も辛いよ、あいつらのこと見てるの。私たち猫にしか見えないものがあるって、トラさんも絶対に諦めちゃダメ。死んじゃって出会ってから20年幸せだった。でも、もっといっぱい大好きって言いたかったよ。ここにいてくれるだけでいい、それだけで奇跡みたいなもんだからって。家族と過ごせる最後の日、彼が伝えたかった思いとは。俺やっと見つけたんだ、あいつらに残したいもの。トラさん、僕が猫になったわけ。